Всем привет, с вами Swordflame, и мы продолжаем проходить Valkyria Drive, Big Huni. Поехали в девятый драйв, миссия первая. Кузуре, вместе идем! Джунбио декитейру. お姉ちゃん、どこにいるの？嘘だよ。そんな、私、一人は嫌だよ。お姉ちゃんとずっと一緒にいるんだ。ずっと。いけない。いつの間にか寝ちゃってた。もうこんな時間。お姉ちゃん、まだ検査中かな。何度言っても検査中だって追い返されちゃう。これって面会謝絶ってやつだよね。そんなに検査ばっかりするほど容体が悪いのかな。こんなところにいたのか。薬なんかよ。少しは落ち着いたか。落ち着くも何も別に何ともないし。なんかそれにお姉ちゃんのことはもういいって何度も言ったでしょ。放っておいてよ。今は何も考えたくないんだ。私に何かできることはないか。ないよ。お姉ちゃんが無事ならそれでいい。それともクズリュウが何とかしてくれるの？できないでしょ。それはいいよ。別に月影のおかげで命に別状はなかったらしいし、元気になったらまたお姉ちゃんと一緒に戦うんだ。お姉ちゃんのパートナーとして。そしてもう他の誰にもお姉ちゃんとドライブさせない。絶対に。悪かったと思っている。私がもっと凛花の状態に気を配っていれば。私のせいだ。力が及ばなかった。私は凛花に救われたと思っている。私は凛花を助けたい。だが何をすればいい。これほど自分が無力だと感じたことはない。だったらそれだけ分かっていてどうしてお姉ちゃんがあんなになるまで戦ったの？返す言葉もない。ドライブを解除するまで全く気づかなかったの？気づかなかった。不安な感覚は一切なかった。むしろいつもより調子がいいとさえ思っていた。どうして？あの時私と凛花の心は確かに一つに重なっていた。なんだよそれ。理由になってないよ。凛花が私を思う強い気持ちを感じた。私も凛花のために戦おうとした。凛花と一緒に戦いたい。私の心の中はそれしかなかった。お姉ちゃんはいつだってそうなんだ。いつも誰かのために頑張って、そしてニコニコ笑ってた。お姉ちゃん。でもそれは私の勘違いだったんだな。勘違い？私が強くなったんじゃない。凛花が強かった。それだけだ。そして私は凛花のパートナーとしてふさわしくなかった。あのさ、こっちが黙って聞いてると思って甘ったれたこと言わないでよね。何？自分が弱いと思うならお姉ちゃんに見合うくらい強くなればいい。
クズリュウは弱くなんかないよ。本当に心が弱いやつとなんかお姉ちゃんは一緒に戦わない。お姉ちゃんにあんな怪我までさせておいて自分はふさわしくなかった。ふざけんな。お姉ちゃんがどんな思いでクズリュウと組んだと思ってるの。知っている。私はリンカとドライブしたんだ。リンカの気持ちは知っているんだ。知ってしまったから怖くなった。何？戦うことが怖い。クズリュウはここに来る前から戦いを知ってたんでしょう。その本物の戦場で。ああ、全ての記憶を鮮明に思い出せるわけじゃない。だが記憶ではない思いが心に焼き付いている。一体何が？仲間を、大切な人を失うこと。失う？最初に会った時に言ったはずだ。私以外は皆死ぬと。クズリュウ。自分が死ぬのは怖くない。順番はいつか回ってくる。早いか遅いか、それだけだ。ただ私が戦うことで大切な誰かが傷つくかもと思うと、胸にあの恐怖が張り付くんだ。お姉ちゃんは大丈夫だよ。今は面会謝絶だけど命に別状はないって。リンカのこともそうだが、私はランカ、お前のことがその気になって。え？疲れてるんじゃないのか。リンカが倒れてからずっと寝てないんだろ。別に疲れてないし、一週間くらい寝なくても全然平気だし。心配なんて大きなお世話だよ。そうだろうな。私のせいでリンカが倒れたんだ。私の心配など無用かもしれない。でも私はその必要だと思ったんだ。本当に平気だってば。何なの急に。まるでお姉ちゃんの代わりみたいな顔しちゃってさ。そんなつもりじゃない。びっくりした。急に大きな声出さないでよ。すまん。リンカの代わりだなんてそんなつもりはないし、私にできるとも思えない。ただ私にはランカが平気そうには見えなかった。そりゃちょっとは耐えてるけどさ。でも私は平気だよ。お姉ちゃんを笑顔で出迎えなくちゃ。そうか、そうだな。ならばよかった。なんだよ変な顔して。気持ちを言葉にするのは難しいな。生まれてこの方うまくできた試しがない。別にいいんじゃないの。心にもないことをペラペラ喋れる人だって世の中にはいるよ。逆に言葉にしなくても気持ちが通じる相手だっているんだし。それが私にとってはリンカだったんだ。そしてランカ、今はお前の気持ちも少しわかる気がする。やめてよね。そういう臭いの苦手なんだよ。私だって苦手だ。多分ランカよりもずっと。いいや、私の方が苦手だね。私より苦手な奴がこの世にいるとは思えない。私の方が。なんだ、どうしたランカ、ついにおかしくなったのか。何をくったらない言い争いしてるんだろうって思ったら笑っちゃった。あのね、今はもう平気。本当だよ。
今はやっぱり大丈夫じゃなかったのか。うん、そういえばリンカが倒れた時すごく取り乱していたな。うるさいな、クズリュだってオロオロしてたじゃん。少しだけだ。私だって少しだけだよ。だからお愛子でしょ。お愛子、ああそうだな、お愛子だ。クズリュもずっと気にしてたんだな、お姉ちゃんのこと、それから私のことも。とにかく一人でいる必要がないのに一人でいるのは良くない。授業に顔を出せ。サボるのはリンカも喜ばないぞ。うえー、マジでお姉ちゃんみたいなこと言うのやめてよ。でもせっかくクズリュが迎えに来てくれたんだもんね。行ってみるか。じゃあさっさと準備をしろ、待っているから。うん。そうだランカ。うん、私なら大丈夫だ、ちゃんと戦える。急に何の話？他の連中はすでに次の定期戦を見越して準備を始めている。次の定期戦？そっか、定期戦だもんね。一定期間ごとにあるのか。さっきは少々喋りすぎてしまったからな。ついでだ、全部話しておく。うん。戦うことに恐怖はある。だが、その恐怖は信じ合える。パートナーと戦える喜びと表裏一体のものだとも思う。思えば当たり前のことでしかなかったんだ。私は、いや私たちはヴァルキリーなのだから。だからもし私と組むことになっても心配はいらない。そうか、今すぐ戦うことになればお姉ちゃんはいないんだ。ありがとう。私もクズリュウの言う通りだと思う。そうか。ああでもさ、一つ気になることがあるんだけど。気になること？私とクズリュウが組んでもお姉ちゃんの時みたいに大怪我することあるのかな。私と組んだ相手がか。そうじゃなくて、ドライブの結果怪我したり、もしかして死んだりか。幸いお姉ちゃんはそこまで大事に至らなかったけど、そりゃあんなに派手に力をぶつけ合って戦うんだから少しくらいの怪我はあるよ。でもお姉ちゃんみたいのは聞いたことがない。もしあんなことが頻繁に起こりうるなら、治療のために戦うのって正しいことなの？考えたこともなかったな。私たちの VR ウイルスもそうだが、 V ウイルスには治療法がない。治療を受けてウイルスを制御する術を身につけなければどのみち助からないんだからな。戦わないっていう選択肢はありえないのか。もうこんな時間か。授業が始まるぞ。あ、うん、今支度するから。あ、待っている。治療のために戦うか、私にはよくわかんないや。考えすぎるのはやめよう。サボり倒した後だと教室に入りづらいな。あら、ごきげんよう。ヴァイオラ、おはよう。意外ね、しばらく学校へは来ないと思っていたのに。怪我をしたのは私じゃない、お姉ちゃんだよ。そんなことは知っているわ、見ていたもの。でも
次の定期戦には参加しないかもって思っていたわ。どういう意味？あなた、お姉さんのおもりがなくても戦えるの？そうは思えないけど。なんだと？姉を慕うことの何が悪い？あれは異常事態だった。妹の蘭花が取り乱すのもおかしなことじゃない。近くで見ていたと言ったな。手助けもせずその場から逃げ出すっていうのはどうかと思うがな。逃げ出す？この私が？ああ、傷ついた蘭花を見て怖くなって取り乱したのはお前なんじゃないのか？そんなわけないじゃない。この私があの程度のことで恐れをなすわけがないでしょう。私はエリートよ。己の未熟さに気づかず力を使い果たしてしまうような弱者とは違うわ。なんだって？弱者ってお姉ちゃんのこと言ってるのか？そうよ。それ以外に誰が？ふざけんな！蘭花、落ち着け。あんたは相手のために自分が倒れるまで力を尽くして戦えるの？いいとこに住んで格下におだてられるのがエリートってことなら何も言わないけどね。なんですって？はいはい、空気が悪いですよ。バイオラさんもそんなに怒ってはいけません。凛花さんが己の力量を見誤った結果あんな風になってしまったのは事実ですけど、私は凛花さんが弱者だなんて思いません。だってすごいじゃないですか。未熟なリブレイターと組んでゴーザンゼ先生から合格を勝ち取ったのですからね。凛花さん、何が言いたい？稲川まあ合格したところであんな状態になってしまったのでは全く意味がありませんけど。抑えろよ蘭花。ここで騒ぎを起こして島をつまみ出されでもしてみろ。誰が凛花を出迎えるんだ？分かってるたまには庶民の授業でも受けてみようと思ったのだけど今日がそがれたわ。帰るわ。帰れ帰れバーカバーカ。あら、いいんですか？次の授業は修練場での治療プログラムですよ。だから何？そんなものエリートの私には必要ないわ。そうでしょうか。結果倒れたとはいえ凛花さんとモモさんはゴーザンゼ先生に傷をつけたんです。これって治療プログラムの成果に他なりませんよね。庶民の授業などとバカにしていたらいくらバイオラさんとはいえ足元を救われかねないんじゃ。マナ、あなた何を言いたいわけ？いいえ、もしよければ治療プログラムでバイオラさんにお稽古をつけてほしいなと思いまして。稲川、何を考えてるわけ？バイオラが治療プログラムに参加するわけないじゃん。いいわ。え？授業に出るの？バイオラが？マジで？サボり常習犯のあなたにだけは言われたくないんだけど。行きましょう。真の強者のあり方というものを見せてあげるわ。ほう、珍しい顔ぶれであるな。ごきげんよう、金剛先生。修練場をお借りします。何をするつもりだ？バルキリーが4人いるんです。決まっているでしょう。もったいぶった言い方するね。要は私が気に食わないから
ぶちのめしてすっきりしようってんでしょ。品のない表現だけど、まあその通りよ。話が早くていいね。こっちも鬱憤が溜まってたところだし。よかろう。思いの丈は拳に乗せて存分にぶつけ合うべし。先ほど私に言ったわね、倒れるまでやってみろと。言ったよ。そこまで私を追い込めるかしら。そっちが先に倒れたんじゃ笑い話にもならないわ。お姉ちゃんはどうして倒れるまで戦い続けたと思う？己の力量を見誤ったからです。稲川、私と凛花の戦いを見てもまだそんなことを言っているのか。勝ちたかったから。ううん、勝たせたかったから。パートナーであるクズリュウの思いにお姉ちゃんは応えようとした。今までの二人ではできないことをやろうとした。ランカの言う通りだ。私たちの思いを乗せた刃はゴーザンゼ先生に届いた。口でなら何とでも言えるでしょう。ランカ、お前にそれができるか。リンカ以外の者と組んでだ。できるかどうかじゃない、やります。お姉ちゃんをバカにしたことを後悔させてやるんだ。うん、それも違うな。お姉ちゃんは私に本当のドライブを見せてくれた。それがどんなものかバイオラと稲川に教えてあげる。戦う前から大きな口を叩かないことね。負けた時に恥ずかしくて申しするわよ。バイオラの言う通りよ。これ以上言葉はいらない。双方一律かい。これより実戦訓練を始める。パートナー、仲間、お姉ちゃん、私にもできるよね。お姉ちゃんとクズリュウみたいにお互いの心を重ねることが。温まってきた。クズリュウ、準備は？いつでもいい。じゃあ張り切っていきますか。Ну что, Виола, как всегда, в своем репертуаре нарывается, смотрит на всех свысока, она же такая элита. И, как вы уже заметили, постоянно, время от времени, карты в игре повторяются. Блин, они и так-то небольшие, могли бы не повторять. Ну ладно, в общем-то, игра с портативки, с PlayStation Vita порт, так что ничего не поделаешь. А теперь поехали! Новый вид врага. Изе, айте ни натте яру. Хакья, сей. Хой, то, киканай зе. Чорой. Сей, хакши. Хакья, хазе. Хакья, сей. Ора. Сей, 50 комбо топпа.
いいぜ、相手になってやる。おら100コンボ突破せい。よし決めるか、効かないぜ。せい効かないぜ。よし打ち抜け。せい効かないぜ。せいもう拝見といきましょうか。そんな嘘でしょ。はっ、あれもう終わり。まだ強くなるよ。力が溢れてくる。まだまだ強くなるよ。そこまで。
勝負あった。勝ちだ。不覚を取りました。まさか妹の方もこれほどと。不覚？いいえ、敗因はそこではないわ。バイオラさん、確かに驚くべき成長ね。これほどまでシンクロできるとは思いもしなかったわ。いいでしょう。神楽坂凛花が弱者という発言は取り下げてあげる。やった、バイオラに認めさせた。バイオラ、お前にしては素直じゃないか。とはいえ脅威というほどでもないわ。せいぜい波ってところね。バイオラから見ればあれでも波なのか。さて次はマナさんね。正直がっかりしたわ。力任せの攻撃はむしろ隙が多かったし、反撃の機はいくらでもあったでしょうに。そんな反撃の機会なんて。私ならやれたわ。マナに見えなかっただけ。正直パートナーとしては不十分ね。少し考えさせてもらうわ。何もそこまでしなくてもいいんじゃないですか。私とバイオラさんが組めばこの島で安泰に暮らすには十分じゃありませんか。十分ですって。雑魚を何人倒そうとも少しも私の心は満たされない。月影小春、小春を倒すまでは。Ну что, на этом закончена эта миссия. Она оказалась коротенькой, но бывают более короткие, бывают более длинные миссии. Если вам понравилось видео, можете поставить лайк, не понравилось — дизлайк. Также можете оставить свои комментарии, если есть что сказать или какие-то вопросы. А с вами был Swordflame, и мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока!